こんばんは。即座塾の久保です。今日日本はですね、今23時ぐらいですんで、ミスターマイアミさんの時間とはだいぶ違うんですよね。まあいつものことですよね、はいえー。今回いただいたメッセージで気づいたことが私もね、2点ありました。あ1つはですね、ミスターマイアミさんがなんでね、YouTube と FX の方に力を込めることができるのかということなんですよ。これが1つ目の気づきです。まあ私のね、えー、まあ推測といいますか、多分こうじゃないかなっていうことなんですけども、まずはね、あの例のやつに、 スミスターマメさんは参加できますんで自分で稼ぐしかないなっていうステージに行ったわけなんですよ。で下手にねこれ例のやつってのお金どんどん増えちゃうんで自分で自力で稼ぐってことをもうね やめてしままう可能性が高いんですよ、まあそういった意味でミスターマヨミさんは例のやつは参加できなかった。だからこそやることが1点に集中、もしくはまあ2点かな。2点に集中できたってことが大きいんではないかなと思いますし、もう一心不乱にそっちの方を考えずに、まあ、今はもう忘れてると思うんですよね。そっちの方を考えずに、もうとにかくですね、えー、YouTube の量産が楽しくなる、そして FX が楽しくなるっていうところに意識を込めることができたんではないかなというのがね、1つ目の気づきでございます。2つ目はですね、 自分で考えて自分で開拓するってことが非常にできているなというふうに思うんですよ。これが非常に大事なことですね。私の YouTube 動画をずっと見ていると。これがね、他の熟成さんもミスターマヤアさんも変わんないんですよ。でもそこから何を抜き出して自分がどのようにアウトプットしていくか、その中から、ああ、これためになるなーってことをどのぐらい築けるかっていうのはね、これはね、あのー、素養によるんですよ。素養って言ってからね、生まれ持ったといいますか、自分の今までの人生の中で身についたもの。 うんまあ、だからといってねあの、気づかない人がダメだよっていうことじゃないんですよ。それはあの 気づくのに時期の差があるんですよね。すぐ気づく人と、しばらくして気づく人とっている,のいるんですよ。でそのほか、気づいていてもすぐはできないっていう優先順位の問題もありますよね。まあ、ミスターマヤミさんはすごく自分の時間をね、こう、かなり上手に使って、例えば、車の件でも、買い替えたものがネタになるってことにもうすでに気づいてますよね。で、奥さんの車もあるやって言ったら、もうこれね、2倍ありますよね。もっと言ったらですね、買ってもない車をレビューすることもできるんですよ。まあ、私、今、トランザムを所有してますけども、で、ベルファイアも乗ってますけども、 これね、実はねベルファイアもトランザムも持ってる前からレビューしてたんですよ。この車欲しいなーとかねこの車いいなー特徴はどんなものがあるかなっていう風にやっていたりとか検索したら中古価格がいくらで出てるかなみたいなのを動画で上げてるんですよ。要するにね商品買わなくても自分が持ってなくても想像だけでもできちゃったりするんですよ。でこういう風に考えていくとまさにね動画のネタって無数にあって1日24時間暮らしてるじゃないですか24時間全部ネタになるんですよ。 寝てる間だってあのネタになりますから、まあ私のね、よくやりとりする吉谷さんっていう方は、自分が寝てる姿を動画で撮って再生数が上がってるんですよ。何十回といってね、あの、100回以上はなかったと思いますけども、まあ今はね、100回ぐらいになってるかもしれませんけども、寝ていて何の活動もしてないのに再生数100とかってどう思います一生懸命動画を作ったりして、1いくかいかないかっていう方もいらっしゃれば、ただ寝てるだけですよ。寝てるとこにカメラ向けてるんで、画像はね、白黒なんですよ。ナイトショットですから。 全然面白くない動画なのにそれでも見たいという人がいるんですよね。うん、不思議なもんですよね。まあ、ですので人っていうのは何に価値を感じるか分かんないと。で最初っから価値の高い動画を作ろうと思わずにとにかくですねいろいろやってみて細く長くやってみる広く浅くやってみて人気の動画にフォーカスしてそこを徹底的にいくみたいなね。 もしくは自分の気持ちがものすごく乗ってくるもの再生数は大したことないんだけどもこれ動画こだわって作りたいなみたいなモチベーションが勝手に出るものをずっとやっていくとそういう風にすると、まあ、動画っていうのはね結局は成功の道に進むんではないかなと思っておりますはいそれですねあのミスターマヤミさんもうん、まあ、もう一個気づきがありましたミスターマヤミさんは誰よりも早くね人との関係を作ってますよね私の即果塾っていうのは基本的にうん大半の方が日本国内の方なんですよ で、私はあのー、人と人とのつながりを作るためにオフ会ってのを1年半かけてやってましたまあ今は出産のことがあるんで中断してますけども1年半ずーっとオフ会をですね日々やってたんですよ1週間に1箇所どっかに行くようなそんな感じのね47都道府県オフ会だったんですけども基本的にはそのオフ会で出会った方が関係作るのはまだあるんですよでもミスターマヤミさんは1人でマイアミにいてそっか塾の塾生さんのオフ会とかは全然参加難しいですよねでも誰よりも 人間関係作ってませんか同じ国内にしてしかも会ってるのに人間関係できない人と離れていて会う見込みが非常に少ないのに人間関係ちゃんと作っている人この差も大きいんではないかなと思うんですよね是非、えー、ねあの厳しい言葉を言ったらあの何かをやろうと思って即座塾入ったのに何もできてない方はちょっとね反省していただきたいなと思うんですよ。ミ,スターマミさんという一番の遠距離ですよこれはあというかね先週。 ロシアからも入塾生が来て、なんか振り込みがあったんですよ。ロシアから。<laughs> すごいですね。ロシア二人目の塾生さんですけども、遠くからでもきちんとこの YouTube を見て、自分なりにそれを受け取って、 私とはね、実際に会ってもないのに、もう自分で価値を作り出して、そっか塾っていうのは、こういうことをやってるんだな、教えてるんだなってことで、受け取って、自分でアウトプットして収入を上げているとかね、人、人脈を広げてる人もいれば、うんなかなかそううまくいかない方もいらっしゃってね、これだから、できてない方に、こう、非難してるわけじゃないんですよ、まだできるはずだって思っていただきたいんですよ、まだ行動できるんじゃないかなみたいな、自分が世界で一番忙しくて、世界で一番うん自由がなくて、世界で一番身動きが取れない人間ではないってことなんですよ。 ですよね、もう状況はみんんな似てるんですよお金の不安がある将来はどうなるんだろうそして人間関係の不安があると同じ状況だから困っているから即座塾来てるはずなんですよ。で即座塾に来て未だに困ってるってことは困った状況を放置してるってことなんですよねうんだから私はね。 解決ののためのネタをどんどんどん,どん提供できると思います、うんうん、でその一つがまあ例のやつだったりその一つが FX だったりその一つがあ自己アフィリエイトだったりね、えー、YouTube だったりするわけなんですよ。私は自分にできないことはあお伝えしてません。自分にできないことはそれ私できませんっていうふうに言ってるでしょ今までも。<laughs> それは私できません。不得意分野ですそれはと。攻略はそのうちにやりますって言ってるんですけども。ま、十分、ね、私は、ね、いろんな範囲で えーまあ、そこそこの実績ではなくてトップレベルの成績でいましたんで何でも力になれると思うんですけどねビジネスに関しましても同じでございます投資に関しても投資の私の原則ってのは厳しいかもしれませんけどもそれをしないんだったら投資はするなって感じですよねそれは例のやつにもつながってるんですけどもその他の FX にもつながってますけどもどんなこともビジネスも投資も必ずリスクはあります リスクがなないもののんてのは私見たことがないし私が見たことがないのに皆さんの中でリスクがないと思えるものがあるわけないんですよ。 ともうこれも厳しく言ってますけども私が言わなくても勝手にリスクヘッジはしてもらわないと人生の責任を取るのはあなたですからね自分自身ですからねっていうふうなちょっとミスターまヤみさんのメッセージからね随分、えー、外れて大きな方への大きな数じねあの幅広い方へのメッセージになりましたけども、まあ、ミスターまヤみさんの行動をちょっとねある意味見習っていただいてあこういうふうに。 やれば自分でもできるんじゃないかなっていうふうなヒントにしていただきたいかなと思うんですよね。うんまあそんな感じでねなんかおこごとみたいになっちゃってすいません。そしてミスターメイさんのメッセージにきちんとお答えできたかなっていうところはあるんですけども、ああでミスターメイさんにあのヒルカさんにね,あのひるかさんにねボールを選んでもらってください。 あのアマゾンで買うのは買うでいいんですけども、いろんなボール、バランスボールのね、タイプがありますんで、ひろこさんとこれでいいでしょうかってスクリーンショットを送ってみるなりね、ひろこさんに動画を送るなりね、こういうふうな動画を送るなりして、えー、ぜひね、コミュニケーションの幅広げていただければと思います。えー、そしてですねなるべく 一般公開できる動画を作った方がいいですね。もう、ミスさんもイアさんもね。えー、変装するのもいいしね、顔が出せないんだったら、あの声だけでもいいですしね、ちょっと顔の半分だけ出すとかね、うんなんか、お面をかぶるとかね、いろんな方法あると思いますけども、なんかでね、あのー、一般公開できる動画を量産しないと、その YouTube のコンテンツが増えたことにならないんですよ、あのー。こうやって個人メッセージで限定公開しちゃうと、本当にね、これ広告もつかないですし、非常にもったいないなと思いますんで、えー、ぜひこれからね、YouTube の乱発をするようでしたら、うーん、なんか、 で工夫して、えー、一般公開動画をどん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 押していった方がいいと思いますすで、えー、にですねこの限定公開動画私とのやり取りっていうのも50本超えてますのでこの50がね一般公開すごいねこのね三や三ス山さんとのやり取りってものすごく学びになることが多いんですよ多くの方のあの勉強になることが多いです本当にだからね一般公開 できるようなものが望ましいと思いますあの顔がもし出せないようでしたら顔が出なくても構いませんのでねなんか工夫して、えー、まあ声だけでも出していければいいんじゃないかなと思いますよね、えー、それでは今回以上です失礼します